スナック、ブルボン、ね。いらっしゃいませ。こんにちは。お菓子のゴミちゃんと綺麗にしてください。本当すごかった、<laughs> もうね、誰かが贅沢なやつくれたおかげで。で <laughs> ありがとうございます。嬉 <laughs> <ら>しかったです。<laughs> そんなね、慌ただしい私ですけれども。はい。 あの明日からね私三日間こと金沢へ伺うんざますの百万石 <laughs> そうそう1 0万石<ー>実はね10月7日土曜から9日の月曜祝日の三日間は金沢プライドウィークが開催されるのです まあね、私昨年からあの小島恵子さんと一緒にね「ゴールデンラジオ」でもおなじみの<お>恵子ちゃんと一緒に、うん、あの司会もやらせていただいてるんですけど、うん、このの日間もあるのすごいでしょまずね土曜日はこう例えば LGBTQ+ プラスと企業とか教育とか医療とかをテーマにした勉強にもなるトークとかオープニングパーティーがあって8日の日曜日はやっぱことらしくね、はい、金沢らしくあの 大飛焼きっていう250年ぐらいの歴史のある焼き物があるんだけども、はい、そういうものとかあのお茶の道具類の展示をしている大飛美術館で大飛、はい、焼き当主の十一代大飛長左衛門さんと一緒に、まあ、女装なんかも一緒に、はい、レインボー茶会という茶会が。レインボー茶会,茶会そう 私なんかそのねどんなぐらい回すかとかもよく分かってないのにガガガってやって投手、ねね、にビャンとかかけないか今から心配ですけど本当、えー、気をつけていつけその場で切られちゃうかもしれない。切られ そうとか、えーまあ、トランスジェンダーの方のことを考えるイベントとか結婚のことを考えるイベントとかいろいろあってあ<ー>でいよいよそのパレードの前夜パーティーがあると。<ー>で9日月曜祝日は椎ノ木迎賓館っていうのが金沢あるんですけどそこの前の緑地で、まあ、またブースとかがいろいろ出てステージであの女装ーバユニットのハップ・オフ美人さんのライブとかもあってでいよいよプライドパレードが始まる。 はい、金沢城公園辺りを中心に市内をぐるりと回る、うん、で終わったらフターパーティーで結構ね呼ばれる方ロバート・キャンベルさんとか、はい、乙武宏忠さん,うん、うん、アンミカさんと金沢のドラァグクイーンでねあの金沢の国王って呼ばれてるアブドラさんっていう女装さんとかご本人がねおっしゃってるんですけれども、はい、アブドラ格そういうふうに豪華ゲストで繰り広げられる3日間。 ぜひもしよろしかったら週末暇だなとか思ってた方はフラットと、ね、新幹線輝きとか乗っちゃってって,言て、ね、え3日間やるのすごい規模感ですよね,、えーね。私は朝5時から一人で助走を、ね、してそれぞれ出かけなきゃいけないんです <laughs> <ー>頑張ります。 でこういうい、ね、プライドイベント、まあ、その性的少数者を可視化するあのちゃんといるんですよみたいな思いを伝えるもので1969年にニューヨークで起こったこうストーンウォールの反乱と呼ばれる、ね、映画とかにもなっている出来事を機に1970年から始まったものが今も世界中で 開催されてるわけですけど<ー>東京はね今年だと4月の22、23日に代々木公園で開催されてねはい,はい、はいはい、こちらも司会させていただいたんですけどうん、うん、延べ24万人を動員し24万人パレードも1万人以上が練り歩くという大規模で育ったんですがす、うん、さてじゃあ日本で一番最初にこういうパレードが開催されたのはいつだと思いますかじゃあ日本で えっと、アメリカは1969年っつってましたよねえっと70年パレードは始めた,始めた、うん、じゃあ10年後の1980年ぐらいの田中角栄ぐらい10年遅れぐらい、はい、もっと遅いんじゃないですか、うん、つぐらい2000年代あ2000年ぐらい中間ぐらいでした <laughs> <laughs> 1900たくくそう <laughs> 1994年ということでまあアメリカから四半世紀遅れぐらいで始まったんだけどまあとはいえ今からだとねもう来年で30周年でで周なるわけですよあの主催団体は変わってるんだけれどもなので来年は東京もプライドに東京プライド30周年というね冠を掲げてやることになってるんですがまあこういうのってさその国の首都とかねこう一番にぎわってるうん、うん、ある意味まあ都会的な感覚からこういうものって動き出すからどうしても インの都市で始まるんだけど始まるとどこの国でもじゃあうちの都市もって地方都市も始まったりするはい、はい、日本もそういう面もあったんですけど今日も10月6日も月じゃないですか、はい、もう今年も残すところあと3ヶ月切ってますが、はい、このあと日本各地で開催される LGBT 系のパレードはいくつあると思いますかえって質問があるってことは他にパレードがまだあるってることなんですか金沢以外にもつつか2つぐらいじゃあ足して 2, 個うん あやのは、うん。でも、去年、ブルボンさんからいろいろ、ね、こう取り扱ってもらって。うん、やっぱ印象的だったのが、その東京と金沢と、うんうん。何も覚えてない。<laughs> <laughs> あ、沖縄もそういうのいった。沖縄。国際通りをパレードしました九州の映画祭。うん、うん、そういうのもあるね。うん、あそこはね、パレードはしてなかったんだけど、別府はね。<ー>一応、そのパレードのあるプライドだと。 なんとこのあとだけで、ね、年内だけで12箇所もここらあって10月8日、はい、あのほとんど金沢と同じ週末に3つも重なっちゃってて三重津市の三重、はい、レインボープライド大阪市の大阪レインボーフェスタ、うん、で金沢市の金沢プライドパレードは今度のし明日からの週末、うんはい、で今度22日は岡山レインボーフェスタ。<ー> 28日は奈良レインボーフェスタ、はあ、11月5日は徳島レインボーフェスタ11月5日が九州レインボープライドで11月1日は和歌山県那智勝浦<ー>で11月19日には東京でトランスジェンダーの人に特化したトランスマーチがありで11月19日には宮城県で宮城のパレードがあり11月25日には松江で島根のレインボーパレードがあり。で 和歌山でもあるとなんかもう本当に もういわゆる大都市圏だけじゃなくて、今はこういうテーマで、その地元の人たちが。自分たちはちゃんといますよっていうことで。うん、もちろん場所によってね、規模とか、やり方は違うんだけれども、うん、ここまで。実は広がっているんですよ、という話でした。びっくりしでしょう。法的にもね、っやっぱり秋がいろいろパレードとかしやすいから、うん、こういろんなとこでや,やろう。う今だってなるのかもしれないですね。あのやっぱりね、去年もちょもうちょっと早かったのよ、金沢。うん、ただなんと三十六度もあって。フロートに乗って。 いろ女装さんが最後みんな干物みたいな。なっちゃうやっぱいろいろね塗ったりもしなきゃいけないお飾りもありますから、ね、やっぱいい気候の時にやりたいっていうのでうちょっと集中しちゃってるのかもしれないですね なのでねこうプレミアラジコプレミアムとかで聞いてる方も地元でもそういうお祭りがあったらねちょっと足を運んでみるのも手かもねまずは金沢プライドウィーク2023ということで明日土曜日からですね、はい、10月7日土曜日8日日曜日9日月曜日祝日と3日間行われます、うん、お近くの方あと旅行がてらぜひということでありがとうございます今日は金沢 レインボープライドについてスナックブルボンヌこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください